ロシアのプーチン大統領は9日、ウクライナ軍の大規模な反転攻勢が間違いなく始まったとの認識を示しました。プーチン大統領はロシアの国営テレビでウクライナ軍の反転攻勢を指摘した上で、ロシア側の応戦により、ウクライナ側はどの戦線でも目標を達成できていないと強調し、撃退に自信を見せました。また、ウクライナが予備兵力を投入しているとの見方を示し、 反抗が続くとみて兵器の増産を急ぐと表明しました一方、アメリカの国防総省は9日ロシアの侵攻を受けるウクライナに対し21億ドル、日本円で2925億円規模の新たな軍事支援を発表しました防空能力の強化を目指し地対空ミサイルシステムパトリオットの弾薬や地対空ミサイルホークなどを追加提供します